あらまあ、わあ、こっからが高いですね。降りるとこが見えない。どうも、エダッチです。アキです。今回は西日本最高峰、四国の石鎚山に登ってきます。わっしゃーい。4つある鎖場をすべて登って、天狗岳に立ってきます。それでは、命大事に。生きて帰ろう。行くぞー。出発でございます。標高455でしたけど、上に行くともう1300ですね。見てください、もうこの天気、絶好の石鎚日和ですよ。はい、アキ無事到着しました。山頂上寿駅、標高1300m です。はい、では本日のルートを説明させてもらいます。まず現在地はここですね。そして上寿山に行きまして、登山口からぐーっと上がっていきまして、試しの鎖、ここだけね、上りと下りがあるんですね、はい、で1の鎖で2の鎖3の鎖山頂、そしてこの奥にある天狗岳でございます。ロープウェイの最終便5時なので、これ乗れないと徒歩で下山ということになります、ね、頑張りましょう。頑張ります。はい、もうすでに絶景でございます。はい、じゃあ秋行きましょう、うん、行きましょう。まずありがたいね、乗車に行って本日の安全を祈願しましょう。はい、僕は今回3回目になるんですけど、まだね、3の鎖1回も登ってないんですよ。それがね、すごく楽しみです。なんでも一番長くて一番難しいと聞いておりますので。で、秋はね、初石打ち。そうなんです。うん、右高岳114回、あざみヶ岳、この間のライオンはクリアしてきましたからね。いつもの秋が違いますから、今日は大丈夫だそうです。はい、お楽しみに。前振りありがとうございます。はい、秋、猫と戯れております。甘えん坊です。はーい、はーい、はーい。さあ、いよいよここから登山口スタートでございます。お願いします。お願いします。まずはですね、ゆっくりとした下りを下っていきます。あらま、こんな倒木は僕見覚えがございません。本当はこっちが階段なんですね。うん、でもこっちですね。はい、足元がぬかるんどってね、ぬるぬるして滑りやすいです。あらま、すごいねこれ。あらまあ、ね、裏側でございます。はい、結構下ってきました、うん、ここがね、おそらくそこじゃないかなと思います、うん、こっから緩やかに上がっていって、そして階段がガガーンとこう、はあ、はばばばっとこう、行くぞ、ファイト一発、ふーん、よし、階段来い。変なテンションやめてください。はい、ここは八丁石鎚山山頂まで 2.6 キロでございます。でね、あのいい地図があるんですよ、こっちに。秋これあれ見てください。はいはいはい、はい、八丁ってね、はいはい、今やっとそこまで降りてきまして、そこからあのグググググッと上がるわけですね。はい、いよいよ無限階段地獄にやってまいりました。では秋、記念すべき第一歩ですね。どうぞお願いします。いきますよ。はい、ついに踏み入れてしまいました、秋。はい、ノンストップで上がります。はい、階段地獄第1ラウンドが終わったみたいですね。まあ、2人ともね、あのペース守って歩いているので、まだまだ全然大丈夫です。はい、階段地獄ラウンド2でございます。もう地獄って言ったら失礼かな。ありがたいですね。ありがたい。はい、はい、山頂まであと2キロでございます。階段はまだまだ降りませんよ。はい、第2ラウンドが終わりでございます。ここに広場がありますね。残念ながらね、すぐに第3ラウンドが始まります。おそらくですけど、この急な階段を登った上に最初の試しの鎖があると思います。あー、間違いないですね。目の前に多分あります。はい、試しの鎖です。
はい、こちらが最初の鎖、試しの鎖でございます。下るときは迂回路を使います。そちらがね、こちらにあります。はい、迂回路、これ全てに迂回路がありますので、これが下り専用ですね。もしくは鎖が怖いという方、この迂回路を使って山頂まで行くことができます。はい、そしてね、この試しの鎖だけ、ここだけですよ、登った後に下りがあります。この下りは迂回路ありませんので、登ってしまったらもう鎖場を下るしかありません。じゃあ行きますけどね、ここも結構ね、長さがありますんで慎重に登っていきます。こっからが高いですね。行きます。はい、ここ上がるのはね、お茶の子さいさいですから、順調です。順調に上がってます。素晴らしい。あざみのあの滑った時のことを思えば大丈夫です。全然行けますね。全然行けます。はい、はい、では引き続き試しの鎖登っていきます。角度すごいんですけど、結構デコボコしてるから足はかけやすいですね。ちょっとでも濡れてるんだな。はい、少し濡れてるからそこだけ注意ですね。さあ、この辺から角度が急になってきますけどね、あのデコボコいっぱいあるんで大丈夫でございますね。結構こうやってね、あのエスケープがあるんでね、楽に登れますね。そうは言ってもアッキーも慎重に一歩一歩登っております。確かにちょっと濡れてますから、うん、油断大敵ですね。はい、よいしょ。あ、うん、的確に足場を選んでますね。いい感じでございます。はい、ここはね、多分3分の2ぐらいかな。はい、で残り3分の1が、はい、あそこが頂上だと思います。はい、はい、では最後の一踏ん張り行ってきます。気をつけて。ほっ、やっぱここがね一番急だな。うん、よいしょ。あ、なんか逃げ道があるな、こっちにですねいやいや、僕はまっすぐ行くぞいや、わあ、眩しいです。はい、着きました。はい、試しの鎖の頂上ですね。到着しました。さあ、あと一踏ん張りです。はい、今日は平日のね、紅葉の時期でもないんですけど、まあまあ割と登山客いました。でもね、鎖場登ってる人が全然見当たらないですね。ささ到着でございます思わず笑みがこぼれます。後ろは振り返れません。はいあ、はいはいはい、はい、ここが試しの鎖の山頂でございます。ちなみにここからね、アッキー、あのほら、あそこ山頂が見えます。建物がありますね。あ、はい、あそこが石槌さんの山頂で、はい、もうちょっと左に行くと天狗岳です。はい、いや、素晴らしい、グッジョブでしたね。はい、もうここが山頂でもいいんじゃないですか今から下るわけですけども、はいはい、どうぞ、こちらです。あ、こっちですか、はい、下り、こちらです。ちょっと待って、嘘でしょ。本当です、本当です。え、嘘でしょ。ここです、ここです。嘘でしょ。あそこです、あそこです。
はい、申し訳ありません。あっちじゃありませんね。こっちです。こっちでしょ。はい。今こっちから上がってきまして、そのまままっすぐですね。まっすぐ行くと、こっちに降りるところがありますね。ありえないでしょ、あれ。ちょっと怒ってんじゃないですか。怒ってますよ。まあまあまあ、冗談。死ぬ、これ。じゃあ、改めて、はい、下り見てみましょうか。はい、ちゃんと標識もありましたね。こっちです。めんご。いやー、もう本当、冗談にもならないですよ。いかがですか？見えません。見えません。降りるとこが見えない。大丈夫です。大丈夫ですよね。行けます、うん。だってみんな降りてるんですもんね。そうです。はい。だからできます。はい。うん、じゃあ、ここも僕が先に行かさせてもらいます。はい。じゃあ、下ります。そっかそっか、最初の一歩がこれね、見えにくいの。身を乗り出して、あ、うん、全然大丈夫ですね。はいっと、うん、はいっと、はいはいはい、もう岩も乾いてますからね、もうグリップがしっかり効きます。うん、はい、アッキーが今からここね、降りてきます。最初の一歩だけかな、ちょっと怖いのは。でもう下が見えるんですから、ゴールが。はい、確かに、ね、いやちょっとこれアッキーに失礼だったな。かなりスキルアップしてますから、この人。登るより怖くありませんでしたね。はい、うん、ただあそこがね、はい、ちょっと降りにくいんですよ。はい、こう左から降りたんですよ、確か、2年前は、うんうん。今回は右から降りてみます。右からね。はい。はい、パッと見、なんてことないですね。はい。そう、行ってみます。はい。はい。まあ、右から降りてもね、大したことない感じがします。うん。アッキーならマジ楽勝なはずです。申し訳ない。はい、そうですね。はい、アキアキ、あー、降りたか。楽勝でしたね。楽勝でした。はい、はい、私登ったもん、されるのかなと思ってドキドキしたんです。そうよね。私のドキドキを返せと。本当ですよ。倍返せ。なんかお互いスキルアップしたということで、はい、はい、試しの鎖、クリアでございます。はい、では引き続き先に進みます。次のね、一の鎖までちょっと長いので、まあ気楽に行きましょう、アッキー。一番登りやすいとこなんで。あ、本当ですか？うん。箸休めです。うん、ちょっと曇ってきましたね、この辺が。はい、降りました。一の鎖でした。天狗、わっ、セルフも霧がすごい。真っ白です。